おーネイマール、娘の誕生日会でギャンブル。ネイマールは完全に終わった。娘の誕生日の真っ最中にポーカーでギャンブルをしている。俺の髪はギャンブル中毒。消せ消せ消せ。ネイマールはポーカーナイトで大金を費やした後、3年後には破産するだろう。46歳、借金あり、太りすぎ、片足は刑務所に、誰だ。違います、ネイマールは娘の誕生日にもテレワークをしているだけです。この男はサウジアラビアで遊び回ってギャンブル依存症に陥るのではなく、最高の舞台でプレイするべきだった。この選手は複数のバロンドールを獲得し、ヨーロッパで引き続き優れたパフォーマンスを発揮することもできたはずです。しかし、彼は嫌われる性格を持つ傲慢な人物になることを選びました。シャビがバルサの監督として下した最も素晴らしい決断の一つは、この選手の移籍を拒否し、彼のバルサへの復帰を阻止したことです。なおネイマールのサウジでの成績は今季5試合1ゴール2アシスト。ネイマールはバルサ出たことで完全にキャリア停滞したな。今頃世界一の選手になっていただろうに、もったいない。ネイマールマジでもったいないな。自分が知ってる2010年代前半はネイマールがネクストメッシでバロンドールほぼ確実、クリセティブがインテルの未来、宇佐美と宮市が日本の将来で久保建英が天才少年だった時期だなぁと。誰か助けてやってくれ。